社殿影天魔宮は、香川県高松市百軒町にある神社。高松市内で最も古い神社と言われているが、高松市内には他にも古くからの神社があり、例として、一宮町の田村神社は、西暦704年の創者で、天魔宮の祀っている、菅原道真の生まれた西暦845年よりも100年以上、前に当たるため当たり天魔宮が、高松市最古ことはならない。 この天満宮が高松市最古という誤った言い伝えとなったのは旧市街の狭い地域のみで高松市が形成されていた時代においては確かに高松市最古であったため高松市が周囲の町や村を吸収し実質最古と言えなくなったにもかかわらず最古であるというかつての認識を誤って地元住民が持ち続けてしまったことによると思われるいずれにせよ高松市が 山田軍であった頃から、佐抜きの中心として、町が作られた江戸時代を通じて、地元民に愛され続けてきた天神山であることは、確かである。市内にある中野天馬神社より古いことから、古天神山や、その向きから、北向き天神あるいは単に、天神山とも呼ばれる。高松市中心部の片原町商店街に位置する。商店街から社殿へ至る参道は工事になっていて、 飲食店などが軒を連ねている。当社は天満宮神社としては珍しく社殿が北向きである。これは高松城追記時に当社を現在地に遷座した伊古近かが当社を城の鎮守神としたため、結果的に当社は高松城のある北方向を向いたものである。この類稀な特徴を利用して高松市出身の作家菊池博士は、 同郷だと言って、金の無心に来る者に対し、この天馬宮の向きを尋ねて、高松出身であるかどうかを判断したという逸話がある。表参道の入り口が片原町側であることから、所在地を片原町と認識されることが多いが、実際は社の安全に町境が通っているため住所は百軒町である。903年2月に菅原道真が没すると、これを聞いた。 地元住民によって、現在地から少し東に当社が建立された。その後、伊古町かまの高松城追記にあたって、現在地に遷座される。その後、松平より豊の時代になると当社は大きく拡張され、最盛期には345坪余りの社地を有していた。しかし、1945年7月4日の米軍による無差別絨毯爆撃。 高松空襲によって当社の社殿など建築物は一切が失われ、戦後間もなく社地の敷地内を闇市のバラックが占めるようになり、それがそのまま酒場や飲食店に変わったため、戦前の社地はほとんどが失われた。ありがとうございます。